陶芸家の渡辺拓馬です。今日は何作って何食べよう。マグカップは1つ 400g で作ります。蓋は棒引きという方法で作ります。まずカップ本体を作ります。1つの粘土の塊から1つ作ります。それではノーカットでどうぞ。ろくろの基本、土殺しをして土のブレを止めます。そしてセンターを出します。いわゆる芯出しです。土が安定したら円筒形に引き上げていきます。なるべく手数が少ない方が美しくできます。最終的な形をイメージしながら伸ばしていきます。今回は上に広がった形なので、上は少し広げながら伸ばしていきます。下側に溜まっている粘土をしっかり上に引き上げていきます。そうすることで手取り感の軽いカップができます。背が高くなってくると底の方に手が届かなくなってくるので、エゴ手を使って底を締めます。下側に溜まった余分な粘土は取っておきます。最終的な形を決めていきます。今回は上が広がった直線的な形です。ろくろの段階で形ができていると、後から外側を削る必要はありません。寸法をチェック。表面の泥を取ります。寸法の確認をします。直径と高さ、ワイヤーハリスで切っておしまい。ボディのろくろ成形が終わったら、次は蓋。マグカップの蓋は2種類、上からかぶせるタイプか内側に乗せるタイプか、いずれにせよ蓋が乗る木の部分は不要です。今回作る蓋は内側に乗るタイプとなります。それでは蓋を作りましょう。蓋は棒引きで作ります。一つの塊からたくさん作る方法です。メリットはろくろを止めないので仕事が大変早いということです。それではノーカットでどうぞ。2回目。塊の上の部分から蓋一つ分をつまみ出します。お皿を作る要領で広げていきます。コテを使って内側をきれいにならします。寸法をチェック。ちょっと大きかった。大きい場合は針で周辺を切り取ります。切り取るとエッジが出るので鹿革で丸めていきます。これで欠けなどを防止します。寸法をチェック。よし。切り離す部分を細く絞っていきます。十匹でカット。十匹は使い方によって素材を変えています。棒引きの場合は水に強い糸。それでは別のアングルでもう一度。塊から蓋一つ分の土をつまみ出します。お皿を引くのと同様、手前に引きます。寸法をチェック。
少し置き、縁を針で切り取ります。エッジがあるので鹿革で丸めます。コテを当てて綺麗な面に整えます。指で確認、寸法をチェック。よし、下側を細く絞ります。ろくろは止めないで10匹でカット。経験上蓋は多めに作っておきます。ろくろ引きは以上。乾かしている間、福助と散歩に行ってきます。少し乾いたら蓋を合わせていきます。この作業が実は好き。蓋をしておくと本体が歪みにくいというメリットもあります。うっかりすると外れなくなるというデメリットもあります。それでは蓋を削ります。蓋を削るのはお皿と一緒。まずは真ん中にきちんと置きます。今回は天板に直接置きます。まっすぐな蓋を作りたいのでこれは有効。粘土で三方を固定します。吹っ飛んでいくことがないのでこれは安全。固定が終わったらいよいよ削ります。使う道具は2種類、カンナとワガンナ、両方とも自作です。まずはカンナで厚みを減らしていきます。ガタガタする部分があってもどんどん削れるので、まずはこれで大まかに。次にワガンナで曲面を削り出します。大きな面を安定して削れるのでこれは便利。粗い土をカンナで削るとけばだちができます。そのけばだちはヘラで鳴らします。あまりにもひどい時には水をつけて鳴らすこともありますが、今回は後で水を使うので必要ありません。つまみの位置に傷をつけておきます。土塀を塗ります。つまみ一つ分の土、今回作るのはこの部分。先ほどの土塀の上に丸めた粘土を置いていきます。しっかりくっつけます。そしてこの上でろくろ引きすることは普段のろくろと一緒、ただ相手が小さいだけ。ミニチュアサイズのろくろです。指でできる限り形を作っていきます。センターを出して、そして今回は逆三角形の形なので逆三角形に近づけていきます。指先でどんどん作っていきますが、指が入らなくなったら道具を使います。竹のヘラで根元を細く削り取っていきます。てっぺんにアクセントとしてろくろ目を軽く入れます。ヘラで土塀を取り除いていきます。この時に綺麗な R ができているかもチェック。これで蓋は完成。土を外して傷がないかチェックします。
つまみ部分を残して削るという方法もありますが、自分は自由度が高いので、この後付けでする方法を採用しています。次は本体の仕上げ。少し乾燥が進むと蓋が外れにくい場合もあります。今回は大丈夫。ひっくり返して竹べらで削ります。三方向から削るのは小備前のお皿などに見られます。この削り方をすると外側にバリができます。バリを切り取って処理します。バリが出た角の部分は切り取ります。濡らした布でエッジを丸めます。指跡も一緒に拭いておきます。底の真ん中部分を叩いてへこませます。安定感を確認。蓋とボディは合わせておきます。取っ手を作ります。一つ分の土を取り出します。綺麗な取っ手を作るには綺麗な紐作りから。ここは和菓子屋さんのスタイルを採用しています。長すぎる部分はカット。ひねった模様にしたいので線を入れていきます。こうやって最後にねじってこう。ひねると凸凹ができるのでもう一度整えます。板でプレスします。持ちやすいように扁平な形にします。実際の取っ手の長さよりも少し長めにカット。取っ手の形に曲げます。このまま少し乾燥。接着する時の角度を合わせておきます。乾燥の時間はご飯の時間。いい感じのホタルイカを発見。ごまベースの酸味のあるソース、そこに菜の花の苦味を添えよう。春だな。ごまを何時間もするとこのようなものができます。これを加えましょう。さらにマヨネーズとみりんを加えます。ここで味見。レモン果汁を加えて塩も少し。多分これで大丈夫。よく混ぜます。鍋で茹でておいたホタルイカと菜の花をここで合わせます。全体にソースを絡めて、よし。今日は小さなボウルに盛り付けます。最後にごまをあしらって完成。取っ手が程よく乾いたら組み立てます。大体の位置のあたりをつけます。長めに作っておいた端っこの部分をカット。接着部分を引っかきます。
本体と取っ手両方ともに傷をつけておきます。かけ破り、かけ破りとも言います。土塀を塗ります。両方に土塀を塗っておきます。蓋を外してそれぞれを接着します。内側と外側からぎゅーっと変形しないように注意、しっかりと押さえます。はみ出した土塀はきちんと取っておきます。接着面はしつこいぐらいしっかり押さえておきます。蓋を戻したら乾燥させます。そして鎌炊き、いつも一緒にいる相棒みたいなマグカップになればいいな。ご視聴ありがとうございました。